ちは必ず計画だと。一応最初のうちは覚えて曲げてここに近づいていきます。帯着てるといいんだけど、帯に指先やってるぐらいです。こうなって引くと踏み込みによる歩数が同じになってこの位置を変わります。で最初こう両方使ってください。最初のうちは慣れるまで同じ軸足にしちゃっていいです。同じ覚えること、最終的には軸足作ってほしくないですけど、最初はね曲げてでこの足軸足です。で両手こっちしか使ってなかったとしても、こっちプラプラさせてやらないで必ず両手です。最初はステップバイステップで曲がっていきますから、最初のうちはもう一手簡単な手を入れませんね。これなら説明しなくても説明できるよな、みんな。何回もやってんだな、今日は。この手、これ基本です。では足をかかとから、かかとから足を最初はあんま太く考えないで、まっすぐ伸ばして、腰が回るのにつれて足を、これはかかとから出すのが大事です。かかとから出すっていうときに、かかとだけ出すって言ってるで、かかとしてかかとまで腰を引きます。そうすると自然にかかとで、こう持たれたときに回転使いたいんです。こっちに回したいんです。軸足つかないでこっちに回そうと思ったら、かかとから出るんです。そうすると腰が回って、これを同じ軸足にしてこう、こっち軸足にしてこうで、ここで回す。そのためには腰かかってって言ってから回して上の方が下にしたら上に行きます。ゆっくりで、ポイントはやっぱり指先が喉もしくは相手の目に向かっていけるで、ね、でこうやるときにどうしても指が下がっちゃう傾向に皆さん下げない、特に下の方のやつがしっかり刺していれば手首が攻めて全体としては下がってます。でこれは上の方はこの手首を曲げたときと首を攻めるようなイメージで、で、そのまま、で、意識としてはここまで吸ってってください。返すときで相手の首を攻めたときに返す瞬間に吐きましょう。止めてもいいです。で、投げる方としてはね、こういうふうにしてここにちょっとロックするようなイメージでと、ここで引っ張る。
この時に息を思いっきり吐きながら、で吐きながらこの指先、さっきのこれと一緒で相手の指先から顔に向かって、で直接いっちゃ当たっちゃうので、ここにここに行けば、あらかたいな、一緒にされてる、それ面白くないな、それを自慢してれば、あったんだよ、この間。